やっぱり異性化のことがあったので、この4人みんな来てなかったりもしたんですけど、でも自分たちが一番今見せつけられるんじゃないかなって思います。いい試合を見せるとかじゃないです。自分の気持ちはもうそこで勝たないといけないし、なんかいい試合をそこでやるとかじゃないと思います。自分は、石岡大会自分が負けてしまったんですけど、今度はダンプさんも絡んでるので、そこ石岡大会と後楽園の違いだと思うので、勝たなきゃ意味がないですよね。メインに立つ、そのやっぱりこういう重いメインに立つっていうことに対してのやはり恐怖感っていうのは、プレッシャーというのはあるんですけど、ただそれ以上にあったのは、そのメインに立ててよかったと思います。もし違う人の名前で自分がそのメインの中に名前がなかったら、もうそれこそ悔しかったと思います。みんながすごくプロレス大好きで、みんなが別々の形であれプロレスのことを真剣に考えて練習して研究して、そうやってやってる姿がそのままリングに出ると思うので、アイスリボンって何ですかって言われたら、多分プロレスを愛してる人たちの集まりだと思います。改めてあの人に見てもらうんだよっていうのを言われると、そこを世良にする意味はなくなってくるのかなとは。自分に自信は正直なくて。もし、つくしさん、くるみさん、成宮さん、ハムさんとかでも、アイスリボンっていうものを見せれる、そこがもちさんでも、猫さんでも、This is アイスリボンっていうものを、ダンプさんに見せつけることはできて、世良がそこに立って、もし「なんかあいつダメじゃん」って言われてしまうんじゃないかって思うと、やっぱ私じゃない方がいい気がしてと思います。本音で言っていいですか？ふざけんなですね。アイスリボンの後楽園のメインですよ。それが普通だったら勝ち取っていかなきゃいけないと思うんです。メインの大会、メインの試合に立つなんて。それを今回はこうやって石岡と同じカードだからということで組まれて、逆に選ばれなかった人たちは悔しくないのかなっていう。で、逆に私たちは選ばれたんだから、もうそこはもちろん勝ち取ったわけじゃないけど、選ばれたっていう中で、プレッシャーとかそういうことじゃないですね。逆に選ばれなかったら悔しいですよ。その悔しさの方が私は嫌です。思うところはあります。やっぱり周りの意見聞いてたり、成宮さんがおっしゃってることとか聞いて、自分弱いなとか、こんな考えじゃ多分いけないんだろうなとは思ってはいるんですけど、なかなか整理がつかないと言いますか。自分が立つんだってプロレスラーだったら思うと思うので、逆にちょっと、タッグパートナーとしてのセラに対してちょっとがっかりですね。背負う気持ちがなかったのっていう、そこでプレッシャーなんて感じてる暇ないでしょって、すごく今結構ガチで本気でショックです。甘いよって、誰かに言ってもらいたいのって、誰かに「大丈夫だよ」って、「あんたはちゃんとアイスリボン背負う人だよ」って言ってくれないですよ、普通は誰も。もうずっと世良は大丈夫とか、いつもの世良で大丈夫だからっていう言葉がなかったら多分やってこれなかったと思うし、その
なるみやさんと今回は対角線に立っちゃうけど、わからないです、すいません、言葉出てこないです。いや、すごくムカつきます。今対戦相手としてそんなやつと戦いたくないです。何ビビってるんですかね。だって藤本さんは代表として怖い相手に立ち向かっていく、だから怖い、戦いたくないって言ってると思うんです。セラノは違うじゃないですか。アイスリボン代表でいいのか、アイスリボン代表として試合をすることが怖いんでしょ。え、甘いと思う、だから舐められんだよって思う。なんで泣いちゃうんでしょう。いや、ずっと夢に出てくるぐらい夢で後楽園ホール立ってて、メインイベントで開始10秒ぐらいで記憶が飛んで、いつも終わった後の控室でリセラがダメだったっていうような夢をずっと見てて、もうセラじゃなきゃよかったのにって言われる、それだけがなんか多分怖いんだと思います。分かんないです。なんかデビューしてまだ1年半の新人がアイスリボンのために戦っていいのかとか、私のせいでアイスリボンがダメになったらって思うと本当に怖くて、メインに立っていいのか本当に怖くて、多分皆さんは迷いなくメインイベントで相手に勝ちたいとか、勝って私がダンプ松本に一言言ってやるとか言ってらっしゃる中で、なんで私だけ何も言えないんだろうってずっと思ってて、避けるように座談会でも後楽園の話してなくて、から元気だけでブログ書いたりして、まとまらないです。なんですかね、多分これって本当に当日ねやって結果が出ないと晴れないと思うんですよね。それは選手しても、はい、なんですかね、何があればちょっと復帰して試合に挑めるのかなと思って。すっきりは多分できない気もしますけど、わからない。その鳴宮さんという存在がすごく大きくて、多分私のネガティブである部分を一番理解してくれて、ポジティブにさせようとしてくれてるのは鳴宮さんで、しっかりしろよって、しっかりしろよって思う。なんかこっちは本気であんたのことを潰しに行くよって。セラはプロレスラーとして対角線にいるうちらに負けてもいいの？怖いとか言ってるんじゃなくて、対角線にいる私たちを見ろよって思う。